ました。山頂からの眺めや村雲随時打ち、お参りのご感想はいかがでしょうか。下の景色をご覧くださいませ。正面左に見えるお山は近江源氏佐々木氏の城跡と外国32番の札所観音寺山でございます。またその前方左手の山は織田信長が築きました安土城址でございます。そして眼下には整然とした近江八幡市の町並みが見えてまいりました。この町はその昔日暮れの庄という草深い山村でございましたが、豊臣秀次公は八幡城を築くにあたって安土の町をここに移して城下町を作ったのでございます。秀次公は近江八幡に特別の保護を与え、また数々の禅唱を施しましたが、この期間はわずか10年の歳月でございました。秀次公亡き後、城下町は商人の町と変わり、近江商人発祥の地となったのでございます。どうぞお足元にご注意くださいませ。